拓也か。ヒロウが好きになった子は、似ているからじゃろうな。泉に性格とか外見の話じゃない。雰囲気じゃよ。さて、帰るとするか。うむ、拾うよ。これなんじゃが、だから萌えなんですよ。萌えじゃなくて萌え。萌えとは何じゃ？気になる。わしは燃えるのか？なんかこやつが小さい娘が良いと言っておるから、特有の語尾か。これやっぱり語尾はダヨモンですね。
語尾か。何がいいんじゃろう。なんとなくじゃ。特有の語尾、難しいの。何がじゃ？なんじゃ？お兄ちゃんも捨てがたいですね。お兄ちゃん、わしはロリっ子でもあったのか。一般人は自分のことをわざわざ一般人とは言わないぞ。おかえりなさい。今日はヒロウの好きなカレーよ。その前にちゃんと手を洗っておくのよ。
もう少し待ってね。ヒロウが好きなね。わしは甘口の方がいいんじゃが。甘い方が美味しいじゃろ。そうなのかの。
学校には行かんのに朝はちゃんと起きるんじゃな。真面目なんだか真面目じゃないんだか。朝に強いと幼なじみが起こしに来てくれんぞ。難儀じゃのう。朝は食べるんじゃろ。今作ってるから新聞でも読んで待っとれ。できたぞ。何がおかしいんじゃ。サニーサイドアップじゃ。違う。黙って食え。じゃ、塩と砂糖を間違えてみた。ドジっ子を演出してみたんじゃが。需要があるみたいじゃの。バカと天才は紙一重か。萌えっ子夢占い師なら商売も繁盛するじゃろ。
拾う。幼児虐待は犯罪。違うの？じゃあ、なんで泣いてるの？迷子？迷子なの？とりあえず泣き止ませないと。大丈夫。泣かないで。迷子なの？お母さんは？知らない。あなたのお名前は？ふうかちゃんね。うん。お姉ちゃんとこのお兄ちゃんがお母さんを探してあげる。本当？一緒に行こう。うん。もちろん。他に誰がいるの？警察は信用できない。だって、ヒロウがそう言うなら。分かってる。うん。どこ行くの？ふうかちゃんのお母さんを見つけてくれる人がいるところ。本当に？
拾う、行こ。だから警察は信用できない。さすがにそれはプラス思考すぎ。ねえ、風花のお母さんを見つけてくれる人は？ごめんね、今は留守みたい。それじゃあ見つけられないの？大丈夫よ、お姉ちゃんとお兄ちゃんで見つけてあげるから。さっきヒロウは立ったまま話してたから。視線をこの子に合わせないと。見下ろされてるのって威圧感がすごいから。とりあえずさっきの場所でこの子のことを知っている人がいないか聞いてみよう。ねえ、風花ちゃん。何？風花ちゃんが最後にお母さんと一緒にいた場所ってどこ？水族館。水族館。もしかして、いらっしゃい。の、音瀬さんのお孫さんじゃないか。ここここが水族館ね。え？水族館？そうか。なんだい？迷子なのかい？
すまんな、俺昨日の晩飯のおかずすら思い出せないんだ。この子の顔とか覚えてませんか？すまんな、俺年下には興味ないんだ。ここにあるカツオで思い切り叩いていい？残念。また来てくれよな。風花ちゃん、行くよ。バイバイ。魚屋さんに来たってことは食料関係のお店に行ってるかも。